おはようございます。今日は和歌山県の白崎海洋公園に行きます。週間予報ではずっと雨マークが続いてたんですけれども、数日前から消えていって、晴れマークが並ぶようになりました。一緒に行くメンバーの行いが良かったのか、私の行いが良かったのか、とにかく雨の心配はなくなったみたいなんで、一安心です。ただ、距離が長くて、大阪府を縦断するような形で行くので時間がかなりかかると思います。帰りはね、特に渋滞とかに捕まると予想以上に時間かかりそうな気がするんですけども、まあまあこれはしゃあないですね。とにかく気をつけて行ってこようと思います。おはようございます。早いですね。いや、もう行くか分からへんから。淡い木残念でしたけど、残念天ホッとしたという途中で和歌山ラーメン食べて行くって言ってたんで朝食にね、最高じゃないですか。高山のね、はい、そうです。ほんだら、私が最後か。はい、行きますね。はい、出発です。もうずっとこのまま真ん中走っといてください。そう、いつもね、私の声聞こえる言うてくれはんねんけど、私が聞こえへんねん。あるな、皆さんの声が。あるな、距離関係なくです。うん、あ、だからもうあれですよ、大吉さんが通訳しないといけない。ああ、全ての原因は大吉さんやね。もう決定ですか。あ、ポッコーさんの、ポッコーさんの声よく聞こえるね。そうですね、はい。ポッコンさん、そのバイク Z ではあんまり遠出してはらんですか。ああ、してないですよ。おお、花ちゃんまで。花ちゃん、花ちゃん、痛みから花ちゃんまで。まあ兵庫県から大阪府だよね。はい、そうですか。開かないとね。ああ、この距離でそうなるのは厳しいな。でも考えてあげますよ。ね。うん、ちょこっとは乗りたいけど2キロぐらいでいいです。2キロ、ワンメーター。多分これ乗ったら眠いなって出てられない。せやろな、まっすぐ走らすだけでも一定以上のスピードになったらめっちゃ緊張するやろ。結構ありますよ、コーナーなんか。よう入っていかんわ、コーナーリング。
あ、そっちいつもはね11時までには寝てますね。うん、昨日は10時前に寝たかな。昨日は早寝るつもりはなかったけど疲れて寝た。あ、自転車で、ね、はあ。バイク持ったまま見上げとったらひっくり返ってまうでよ。うわ、こうやってこれ下から見上げるだけでも気持ち悪い。首痛い、首痛い。あの連絡橋バックに写真撮るんやったらここやけど。この網まで見れてんのか。ほんでそれ右の方です。バイク右。はい。右。突き当たり右。なすぐもうすぐ横にずらずらと並んでる。絶対いいじゃないですかこれ。あ、あったか。止めましょう。こういう風に止めますか。まあまあ。本当の方が邪魔になら。じゃあこれまっすぐ、まっすぐです。正面まっすぐです。まっすぐです。右行ったら三崎公園和歌山方面ですわ。で左がさっきの高速以下26号線。もう少し海沿いになるのかと思ってた。でもあそこのトイレから海よう見えんねん。いっぺんトイレ行ってみ。はい。はい。ここで昼ご飯食べましたもん。これ今日の朝食1回目大吉さんここで食事やね。行きますな。それにも2回目なんですか。あ、そう。パン食べてた。パン食べてた。パンケーキ食べました。あ、そうやな。さっきなんか角の方でこそっと食べてた、ね。あ、バレてましたね。やれてたよね。今日食べないな。これはここは所要時間どれくらいですか。お散歩だけ、トイレと。トイレと。難しいな、どうやって止めない。とりあえず奥に入れます。ここ、ここに空いてるところ。ちょっと行ってきますわ、じゃあ。はい。入れますよ。はいです、はい。すごいな、このハーレー。洗濯バサミ、ほんまの洗濯バサミ挟んでるわ。あの交差点右です。あ、菊人形はもうせえけどね、やめやもんね。そうなんすか。もうやってん、もう10年以上前から。あ、そうですか。はい。俺あれ菊人形怖かって、子供の頃から。怖かった。悪いよね。うん、ソルビ人形みたいなのに、ね、うん、ほんでね、なんかこの道左の方行ったら、まあまあ和歌山大学横通って和歌山市内行くねんけど、その途中に一番館やったかな、なんか昭和レトロな喫茶店があるって。割と大きな、うん、通りますか。通りません。通りません。だから喫茶店で何も食べれません。はい、我慢します。しらす丼のために我慢します。うん、が食いたい。何が美味しいのかね、しらす丼って。外れがないよ、しらす丼は。でも安いの食べたら、あの変な苦味が残るのが嫌でね。割と前食べた時、あそこの美味しかったやつ、しらす公園の道の駅のやつは。この橋渡って行くね。あ、これは曲がれてる。あ、トット食堂あんで、大吉ちゃん。トット食堂。
到達しました。マダイすごいな。トムさん食べやなこれ。え？食べやな。ガトーショコラ。あ、ここ降りていくんね。あ、ここすごい出る。ここ膨大的。タコの天ぷらあるよ。こっからは有料。ありましたね。ここどういう、ああまあこれもっとあのスケール落としたら分かりやすい。ああそうやね、そこ。そやから行こうとしてるのこの辺やね。そやからここまで行かんでええねんけど、こう降りてきて多分これがトンネルのはずやねん、このグレーがね、はいはい、でそこ出てちょっと左曲がったとこ、あ右曲がったとこ、ここ、ね、うん、ここに場所か、はい、もうちょい手前でもいいですけど、左です、左に出てください。右でもいけるけど、せっかくここ来てんから。今んとこをね、右の方に行ったら肩の海岸とかね。あのね、わがまま言うていい、はい、この肩の街中に日曜日だけね、揚げパンやってるおばあちゃんの店があんね。行きましょう。あのんで平日なんか行ってもやっぱ空いてなくて、日曜日しか空いてへんっていう話やねんけど、やってるかどうか深くて。この道でいいんですか？まっすぐ。もうちょっと行ってね、右に入るんです。先行きますわね、私。車来ますよ、車来ますよ。あ、止まってるのか。ちょっとだけお付き合いください。はい、大歓迎で。確かこれか、これか、これやな。はい、これ右ね。おお、すごいすごい。安全運転で開けます。はい、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 ゆっくりでいいですよ。はい、鍋パン買いに行ってんのかな。歩いて、はい、あ、やってた、やったー。どこ？これ？そこ白い白い木の揚げアンパン顔。揚げアンパンやで。ここが。はい、ありがとう。すいません。よし、念願叶いました。な、3回ぐらい来たんかな、ダメ元で。うん、で平日場とか土曜日やったんで、日曜日しか空いてない。うん、だから分かってて来てんねんけどね、日曜日しかやってないっていうのは。でも空いてるかな思って来るたんびに寄ってんけど。あの人はおばあちゃん、もっと年配の人か、あの人娘さんかな、ほんだ。あ、そうか、ヘルメット脱がなあかんねん。めんどくさい話。いただきます。
この交差点あれかここやね上がっていくようなうん斜めでもないな正面やなあのマイクロバス来た道やからあ昔こっちやったんじゃないですか左側のああややこしいからもうこうしましょうほら最高崎の C パークあれ右か右やね右というかここの港みたいなとこでもええんやろな親子釣りパークこれあれあれねあれねそう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 はい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 だからあんま近づきすぎたらそうですねどうしたらいいですかどうしましょうちょっとここ入らせてもらおうか左すいませんあの辺を走ってるところのあれがいいんですよねでも確かえ向こうから走ってくるあのもっともっと向こう位置が厚だああこっちねあの橋のあたりからあれ見晴らしがええらしいね橋あ左左左にある橋ここが明るいってことあれそう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 言われてる届くとこにあんのに遠いな遠いなまたこれ距離遠のいたなあ有田市入りましたみかん畑がたくさんありますうわほんまやすげえありたみかん。